女性の声じゃないですか。いや何なんだろうなと思ってお会いして、ルックスもいいし、もう CD 見てください、買っちゃいました。すごい素敵な方、いやもう聞いててもう最高、うん、すごい最高でした。ラジオでね初めて聞いて、あすごいいい声だなと思って、素晴らしい声を、音域がすごい綺麗じゃないですか。ライちゃんのファンになりました。頑張ってです。頑張ってください。声に魅力があります。最初あれと思って、まあ、また変わった人が出たなと思ったんだけど、いやもう実物繊細でね。見た目と声のギャップ、声綺麗ですよね、高音で、うん、かっこよかった、ちょっと興奮してた、素敵な声だと思って今日初めて、来たんですけど、やっぱり素敵ですね。大人の男の色気、芸能人としてのオーラ、川上大輔はその条件を満たしておると、私はそう思っております。川上大輔さんです。こんにちは。こんにちは。女気と両方持ってる人なんですね。日本の元気の元を持ってると思います。彼は一人で女性の世界と男性の世界を分けて二つ出しちゃうという、これはもう今までなかったことだと思います。現在の業界ではなかなかいないタイプ、とても期待します。まあ、彼の場合はもう本当に声が素敵です。見た目も素敵ですし、素敵なところがあったらどんどん伸ばしてあげたいなっていう気持ちにさせる、彼にその素質があるんだと思います、人間としても。